イーシャー子爵は英国の子爵、貴族、連合王国貴族爵位。ハンジウィリアム・ブレットが1897年にジョイされたことに始まる。初代イーシャー子爵ウィリアム・ブレットに大子爵書斎にて、1905年撮影。その祖、ウィリアム・ブレットは高祖院裁判官を務めた放送家である。彼は1885年7月24日に、 連合王国貴族として、サリー州イー・シャーのイー・シャー男爵に上された。ウィリアムはさらに高素院記録長官を退任した1897年11月11日に、サリー州イー・シャーのイー・シャー死爵に少女した。二代死爵レジナルドは自由党の政治家として、活動した。政界引退の後は、歴史家として活躍し、エドワード7世やキッチナー教に関する著作を残した。 彼は儀式天礼に明るかったため、エドワード7世即位に際して、大冠式の準備に関わったほか、ウィンザー城主代理に任じられている。三代子爵オリバーは、ナショナルトラスト協会の会長職を務めている。四代子爵ライオネルは建築家として知られ、アーバンデザイナーとしても活躍した。その後は、彼の息子であるクリストファーが五代子爵クリストファーを相続して、 現在に至っている。一族の邸宅は、オックスフォードシャー州、ニューイントン近郊のビューフォレストハウス。現当主である、第5代イシャー主尺、クリストファー・ライオネル・バラヨル・ブレットは、以下の爵位を保有している。爵位の法定推定相続人は、現当主の息子である、マシュー・クリストファー・アンソニー・ブレット閣下。ありがとうございます。